犯人は日本人だ。催眠術にかかって人を殺したのか。催眠術にかかって、なんでこんなことに。明智さん、無事でいてくれ。やあ、久しぶりだね。君の宿敵、地獄の蜘蛛寿司、高藤陽一さん。やっぱりお前か。明智さんをあんな目に遭わせやがって。おや、それは違いますよ。彼を刺したのは他ならぬ君だ、金田一君。ふざけるな。俺はやってない。無論意識はないでしょう。無意識に望みを叶えたのですから。明智警視を殺したいという願望はずっと君の中にあったんですよ。バカだ。なんで俺が。君と明智警視は全く正反対のライバル同士だ。心のどっかで邪魔な彼を消したいと思っていたのでしょうね。俺はそんなことこれっぽっちも。金田一君、君は確かに燃える正義感と類まれなる推理力で多くの殺人者の正体を暴いてきた。しかし常に殺人が頭の中にあるという点では、君は殺人犯と紙一重だと思いませんか。君は本当の願望を果たしたんです。